そういうのはインスタグラムでも載せたりしています。とにかく外出てみんなに見てもらうことですね。よく言われるのは姿勢よく、はい。Hey guys, this is Cat the Cat, and today we've come to A Collection, which is like an event about fashion, music, and style. And today we're going to ask the models and the people that are on stage singing what kind of things they think you have to do as a model, or you should do as a model, and things you should not do as a model. So, let's find out! Kurebayashi Haruka desu.はい、今日はモデル、日本でモデルになったら絶対やった方がいいこととやっちゃいけないこと一つずつ教えてください。日本でモデルになったらまずは SNS を始めたら楽しいです。はい、何の SNS はみんな大事してるんですか？日本だと Twitter が一番メインなんですけど、でも私の場合は結構海外にも可愛いファンみたいな子たちがいっぱいいるので、うん、そういうのは Instagram でも載せたりしています。自己紹介お願いします。はい、加藤ひじりです。24歳です。モデルになってだとやった方がいいことは、常にその街を歩いて毎日人に見られるっていうことの感覚を忘れないようにするっていうのは大事で、家に引きこもるではなく、そうですね、引きこもらずに街出て、そしたら街でまたカメラマンさんとかに声かけてもらって新しい撮影をもらえるし、とにかく外出てみんなに見てもらうことですね。ジュラです。よろしくお願いします。小物とかもちっちゃいものでもこだわったりとか、ネイルとかもそうだし、まあ、ちょいちょいこういう細かいところの女子力を上げると良いと思います。女子力女子力おくるみさきと申します。普段何やってますか？普段はロリータファッションのお店でお仕事をしております。はい、身だしなみですかね。こう常に見られているので、なんかあんまり猫背になったりしないようにとか、常に周りの目を気にしながら過ごします。そういう時にたまたまこう写真を撮られちゃって SNS とか上がっちゃうと、あ、やっちゃったみたいな感じになるので、なるべくこうピンとしてやってます。イメージを守るために。はい、そうですね。で、ロリータファッションのお店で働いてるって、はい、教えてくれたので、やけどとかに結構気を使ってますか？日焼けとか。そうですね、みんな日傘をさして UV から、はい、戦ってます。戦いましょう。日焼けは本当にダメなので、はい、しっかり守ってます。セナナンです。よろしくお願いします。愛咲舞です。よろしくお願いします。花井ひなです。お願いします。やった方がいいこと、自撮りを撮りまくること、詐欺をしまくること、まあでも目立つのが一番なのかなとは思います。良きも悪くも。やった方がいいのはやっぱおしゃれに常に敏感に気を使って、服にはもうお金を惜しまず使うこと。たくさん服着て原宿たくさん行けばいいと思います。ロイと申します。よろしくお願いします。カラフルニートのハルと申します。よろしくお願いします。普段何をなさってるんですか？私はフリーターです。メイド喫茶やってます。おメイドちゃんだ。はい、萌え萌えキュンです。わあ、嬉しい。会いに行きます。ぜひ会いに来てください。何やってますか？カラフルニート兼モデルをやらせていただいております。自分の好きなカラーとか何かありますか？カラーはやっぱピンクとか紫とか、そうです。あ、でもいっぱいある。やった方がいいことは体作りでストレッチだったり、あとヨガとかも大事なのかなって最近思い始めてて、自分体硬いんですけど、やっぱり体柔らかい方が動きしなやかになったり、あとは体幹も鍛えてトレーニングした方がウォーキングの時にすごく綺麗に歩けるので、それはすごく大事かなって思います。桃太郎です。ゆうです。おしゃれを気にすること、自分の好きなものを見つけるのがいいんじゃないですかね。人それぞれだと思うんで、こういうファッションが好きだなと思ったらそういうファッションについて調べたりとか。じゃあいろんなところから情報集まっておしゃれになる。そうだと思います。やった方がいいことは、まあ、いろんなジャンルの服を着てみる。なんかもう似合う似合わない関係なく何にでも挑戦してみて、なんかこう自分らしさをそこでまた見つけていった方がいいかなって思います。じゃあ一つだけに固まるではなく。そうですね、一つだけだと結局そのジャンルだけに強い子になっちゃうんで、どうせならいろんな洋服着れるモデルになった方がモデルとしての仕事の幅も広がるんで、やった方がいいと思います。八代琴乃です。普段は広告のモデルなど、あとラジオに出演させてもらってます。よく言われるのは姿勢よく、はい、絶対にご飯は抜かない方がいいと思ってるので、ちゃんと食べて、拘束時間が長くなったりするので
ちゃんとそれでスタミナが落ちないようにしっかり食べて本番に臨みたいなと思ってます。絶対食べた方がいいと思います。じゃあ食べ物に気をつけたりとかしてますか？食べ物に気をつけるというよりはタンパク質を摂るようにしてます。はい、お肉いっぱい食べて魚いっぱい食べて、でそうで必要な栄養素を摂ると間食が減って体にもいいし、その甘いものとかがいらなくなって多分一石二鳥だと思います。お、じゃあモデルになってやっちゃいけないこと一つ教えてください。公共の場でなんか大きい声を出したりマナー違反をしたり、あと赤信号を渡ったりとかルール違反をしてはいけない。あー、ちゃんとルール守りましょう。たまにそういうモデルとかやってると小さい撮影とかも入ってくるんですよ。今度撮らせてくださいってあの素人のカメラマンさんに言われたりとか、そういうのもなるべく断らずにスケジュールが合うなら極力参加して撮影カメラで撮られることを慣れた方がいいなと思います。あ、じゃあちっちゃいのはちっちゃいから断るではなく、うん、ちゃんとその仕事を選ばずにちっちゃくても大きくても積極的に参加して自分の経験値にするというのが大事です。じゃあ逆にしちゃいけないこと、モデルになったらちょっとやめた方がいいとか気をつけた方がいいのは何ですか？食べ物には結構気をつけてます。はい、はい、じゃあ夜は炭水化物絶対なしみたいな感じで。いや、たまに食べちゃう。やっちゃいけないことはもう暴飲暴食。やってるけどあんまりね、お酒を飲んで失敗しない方がいいかなと思います。で、やっちゃいけないのはもうとにかく SNS、うん、みんなが見るとこだからあんまり変なこと言わないかなって、うん、そんぐらいかな。生活ってどういうことですかね。犯罪そこまで言っちゃう。犯罪起こさないようにですかね。はい、これも、まあ、普段もしちゃいけないんですけど普通に生活する中でも意識してちゃんとした方がいいのかなって。モデルになるなら、うん、電車の中でのマナーとか、あとは、まあどこで誰に見られてるかっていうのをちゃんと意識して生活しないといけないと思いますね。ポイ捨てとかも自分は許せない派なんで、そういうとこですかね。気にするとこで言ったら、やっちゃいけないことは自分でこれは似合わないあれは似合わないって決めつけるのは良くないなと思います。なんか意外と着てみたら自分では似合わなくても周りからしてみたら意外と似合ってることとかあると思うんで、私も実際ロリータすごい似合わないって言われながらも着るんで容赦なく着るんで、もうやってみるのが一番いいと思います。やっぱりだからもう自分で決めつけて最初から着ないっていうのはあんま良くないかなと思います。あ、じゃあロリータは意外と似合うことになりましたってパターンですかね。でも似合うって言ってくれる人も増えました。やっぱりいいんじゃないって言ってくれる、もう見慣れたもうロリータの言うも見慣れたみたいな患者さんも増えましたね。あ、じゃあ自信持っていろんなスタイルを挑戦。そうですね、今もうそれで挑戦してからロリータのお仕事も増えたんで、やっぱりやってみることはいいことだと思います。やっちゃいけないこと、暴飲暴食何ですか？ あとストレス溜めないことですかね。やっぱストレス溜めちゃうともう肌にも出ちゃったりとか体型にも出ちゃうと思いますので、とにかく楽しいことをやればあの体も自然とシェイプアップできると思います。あれ同じく暴飲暴食とかで、でも私結構スイーツめっちゃ食べちゃうんですけど、コーラも大好きですしなんですけど、だからでも一応気にしてて、あの私のモデルのウォーキングだったりポージングだったりのレッスンの先生もコーラが好きなんですけど、その先生に教えてもらった方法でコーラのどうしても飲みたかったらコーラに炭酸水を半分ぐらい混ぜて薄めて飲むと少しカロリーが抑えられるからまだマシだよみたいな感じで教えてもらって、それから結構そういう風に飲むようにしてますね。そういうこともやってますか？やってますね、まああのまあ、ご飯食べるときにまずは野菜から食べることとか、カロリミットを飲んでから食べるとか飲むとかしてますね。気をつけてはいます。それすべてでした。ありがとうございました。ありがとうございます。So summing it all up, what should a model do or not do? For example, you should definitely start an Instagram account and get your pictures out there. Take loads of selfies. Also, while you're outside, be sure to have a proper posture and be aware that you are being seen by other people. So don't break the rules or like slack off or sit on the floor. You're not allowed to do that in Japan either. Quite a lot of rules. Let me see what else we have also. Ah, you should be fashionable and try things. So even if you think they don't suit you, just try them on. They might actually suit you better than you thought.
and do some sports to keep your body healthy and good looking. And also things you are not allowed to do apart from breaking the rules is also binge. That might be alcohol or that might be food, just be careful with that. Don't talk badly about other people and don't reject small jobs. I totally remembered all of that with the help of this paper. Anyways, I hope you found that interesting. We're gonna ask more models in Japan about their things and their secrets. So be sure to check out the other videos on Ask Japanese. Thank you very much for watching. Bye.